平本選手、今日のプロ5戦目、MMA の5戦目だと思うんですけど、ご自身の5戦目の時と比較してみて、どっちが優れてるって言い方あれですけど。5戦目？僕のアウトサイダー時代ってことですか？それでも、はい。アウトサイダー。アウトサイダー時代だったら平本の方が優れてるんじゃないですか。でもまあ、彼も別になんか、MMA は素人かもしれないけど、K1 のチャンピオンレベルから来てるんで、まあ、ただ何もなかった人が5戦目なわけじゃないとは思うんですけど。でも、かなり、テイクダウンディフェンスもできるようになってたし、また、こっから強くなるとは思うんですけど、でも、あそこからが結構、なんていうのかな、長いと思うんですね。なんか、ちょっと難しいんですけど、斉藤選手よりさらにテイクダウン能力高い人っていると思うし、テイクダウンディフェンスはできてるけど、テイクダウンディフェンスに偏ってるから、打撃のこう持ち味が発揮されてない戦い方になってるんで、まあ、まだまだ、こうかかるとは思います。ありました。ありがとうございます。